つ書いた時に痛い目見るで俺。そんなの俺が関係ねえ。お前一応ガチャ版で一個二人の名前で作ってて多少思いやれよお前。まあまあとりあえずコメントに、はい、コメントいこうか。はい、はい、先輩今日調子悪いみたいなんて。そういうのそういうの言われたらどんどんイメージでそうなっていくやんか。調子良さそうですね今日。おおだろ、うん、あれから調子4番打者っぽい感じっすもん。あいつでもブンブン丸や。今日ヒット打って出すか。今日は三振やったな。やかましいって言ってだからそうなんやねん。いくで、はい、ミーさん、クイーンの歌声はさすがですね。さすがやろ。はい、これプシンさんのあれやね、頭の前回のやつだね、うん。突然ですが質問、フロンマーニンの PV でチーノが抱いているベイビーは実の子ですか。かわいい。パンチョさん、ガチャさんの個人的に好きなサウンドと理由を教えてほしいです。これフロンマーニンのやつはそうやね、ほんまにチーノの子供やね、あれ。フロンマーニン、うん、あれさっきガチャあのベイビーマザーと追ってたけど、あれガチャの子供なの。何が。さっきジャマイカ人の女の子と追ってたやん、その小さい生まれたてみたいな子を抱いてたけど、アジアっぽい顔してたので。ああー、ギャムギャムの話。ギャムギャムの話。そうそう、あれギャムギャムって子供。うん、あれガチャの子供。ジャマイカで3人目やね、もう。結構行くね。お前住んで何年やったっけ。1年結構早い段階でや、うん、ってことは3人ってことや。1年やからな。スパニッシュタウンと、うん、ゴリと、うん、あとまあヒルの方にちょっと。ああ、3個ばい巻いたんや、巻いた種を。うん、さすがやな。みんな俺にそっくりだよ。お前向かいのおっちゃんガチャめっちゃ似てるからな。60くらいの自信。そっくりやからな。あれは分身。いや俺ほんまに見せたいみんなに。何、一緒に写真撮ってブログにアップアップする。今度やろう。スペシャル、逆にあのスペシャルのムービー俺とおっちゃんでやろうかな。で入れ替わるみたいな。そう、あのおっちゃん俺にとエレベーターで一緒になってさ、うん、こう3秒ぐらいピッて目見て、うん、Are you Chinese? って言われた。言われた。 No, I'm Japanese. OK って言って、ちょっとびっくりしてた。完璧チャイニーズやと思ったよな。そわそわしてて、うん、あのおっちゃんね8年ぐらい住んでんだって、ジャマイカ。あ、そうな、うん、でも俺 あのおっちゃんの言ってることほとんど分からへんね。あのおっちゃんはもうぐちゃぐちゃだよね。ぐちゃぐちゃやで、歯ほとんどないしな。、ね、あの人はね、でもすごいええおっちゃんやな。ええおっちゃんです、うん、グッドバイブスチャイニーズ。なんかたまにめっちゃ臭い缶詰みたいなんで持ってて、持ってへん、うん、なんか叫んでるしね。あばさまっつって言ってるな。なんか言ってるでしょ。言ってる。びっくりするから怖い。だからこの言うたらお隣さんは違うけど、うん、向かいと斜め向かいは両方ともチャイニーズやからね。で、あの向かいの中学生の中国人の子が、うん、昼間カニエ・ウエストとか最近聞いちゃってて、ちょっと不良や。お父さんにヒップホップなんて聞いてるのバレたら。こうでも夜行ったらさ、あの中国のさ、普通のやつ聞いてやる。みたいな、なんつうんだっけあれ。言うたらね、ミコなゲームのやつやな。そう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 。うん、だから昼間カニ聞いてんだよね、あの。なんかお父さんにそれでストリートアスラミックスの次のやつ、じゃあドアにスッと挟んであげましょうか。多分もう家族会ぐらいになるで、この狭い部屋の中で。そうやな、うん、カーテルとか入ってたらな。こんなん聞いてたらあかん。でお父さん分からんからな。お父さん泣いてるから口ずさんでまうちゃう、うん、多分そういうところもあるだろう。チャイニーズの中はいろいろ俺らに分からん。はい、はい、やる気ないな。ちょ待てってお前、俺からでかい笑いを作るって言ったじゃないですか先輩。お待てってそういうのを言うていくなっつって、お前これからでかい笑いを作るってさっきの間に言ってるってバレたらちょっと恥ずいやないか。やろ。はい、すみません。いつも俺はチームワークを台無しにする。本当にほんまにいつもそう、いつも迷惑ばっか。俺はほんといつも足で、ちょっとやめて、なんか俺が悪いやつになってくるから。すごい悪いことしたみたいなのよ俺が。いくで、はい、パンチョさん、ガチャさんの個人的に好きなサウンドと理由を教えてほしいです。はい、はい、ガチャさん。僕は、うん、特にないです。あー、そう、はい、正直ないな。そうか、うん、ジャマイカのサウンドで考えたら、まあよく見るサウンドとかあんま見えへんサウンドとか、 DVD でしか見たことないサウンドとかいろいろあるやん、うん、でも俺好きなサウンドは、うん、じゃあ好きなサウンドって言ったらもうあのティボリの
ロザサウンドやね。あーいいね、うん、あいつらやね、その友達知り合いのみんな誰も知らないけど、うん、そのあのね、ノリがノリが、うん、おもろいな。レゲエだけ、いやだってあの人たちほんとレゲエしかない感じでしょ、うん、すごい。だけどあそこまで楽しんでる感じがいいね、うん、うん、すごいよな。もうだってあいつらセレクターしながらダガリンとかするからな、ね、ずーっと、うん、それでも全然やるからな、ラガエで。あとやっぱあれちゃう、日本はマイティクラウンちゃう。日本はマイティクラウンやな、うん、やっぱりすごいよな。はいはい、あんまりこういうのになってくると。次、はい、パルヤンさん、何やこれ、また不可思議系、いろんなやつらがいた消えた、多分今もいろんなやつらがいるし消える、面白いのである、ちゃんとしようがしまいがのいいのだ、セラシアイビジネス厳しいしのぎ合いだね、ボスるってのは愛されるってことじゃまいか、マクスハイクガチャパンボスる見てるよってさ、ガチャありがとう、ありがとう。名前はなんだっけ、パルヤンさんです。パルヤンさん最近ちょこちょこ出てくるね。ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます。まあなー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 、そういう感じ。なー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 、ガーザキムが暴行を加えられ、うん、キムに戻ったようですけども、はい、ガーザ離れたね。この間テレビ出てたけど歌うめえなって2人で、普通にうまいな、うん、歌えるなあれ、うん、ちょっとでもルックスがね、うん、普通の子っぽすぎるな、うん、うん、次、まあ、ガーザスリムっていうのが入りましたから、はいはいはい、もうどうでもいいですっていう、うん、もうそなあ、あんま考えてないんやろな。いや、そのグラビアアイドル的でもないですけど、そのタレント的な使い方してんじゃん、やっぱあのガーザーガール系はやっぱその使い回しというか、でまあ出ていってうまいこと言ってるのもおるしな。ガーザインドゥがやっぱあのセフレの中でも上位なんじゃない、あかな、外れないってことはやっぱ、あやっぱあれ全員やってんのかな。全員やってるでしょ。そう考えたらすごない、絶対その中で、ね、言うたら ある意味ラガマフィン大奥みたいなんが。でそうです、 だってボブ・マーリーもそうだったって言ってたからさ、やっぱさな、まず君が僕と付き合いたいなら、うん、僕の他の彼女とも仲良くしないとダメだってって言ったんや。そう、確かにあのコーラスやってる3人リタ・マーリー一番元気やもんな、うん、やっぱ大奥みたいな、大奥みたいな感じなんちゃう、うん、私一番上みたいな、私一番だからみたいな、あれみたいなあれ、それ喧嘩しただけ、そうなの。そう、喧嘩とかもあったりとか。うーん、いやでも今のジャマイカも昔もそうだろうけど、よくあるでしょそのいう喧嘩は。それはあるよ、絶対女同士のぶん殴り合いの、うん、よう喧嘩するもんな、ジャマイカ人女。だってあの某サウンドんって女のんっきーくんの、うん、彼女もあの地元でナイフ出して警察来たっていうこと言ってたもんね。地元で、地元のあのスパイシータウンで喧嘩してナイフ出すって、日本じゃなかなかねえ、なかなかねえよ、ないよね、女の子喧嘩してナイフだし、ね、えんやかんやって言うたらジャマイカはほんまに喧嘩が殺し合いに発展するからな、お誰か抑えるものがないと。そうリアルに、うん、日本はやっぱこう武器はダメっしょみたいなとかさ、うん、それはもうマットになっちゃったと一線越えてしまったみたいな、うん、とこあるやん。まずみんな石探したりナイフ持ったりすっからな、一回ブワーって喧嘩なってパッて離れるやろ二人、うん、で一気になんか取りに行くやろ、うん、でそっからまた始まるやろ。だって前ガスステーションでビール5本ぐらい持ってたやつおったからな、喧嘩してて。なんで投げるために言ったら手榴弾的使い方もうでもなと歩きながらコロンとか落ちんねん、うん、でも投げれてないけど殺すなーみたいなこと言ってたり、うん、相手もなんか何回セメント先についてる棒みたいなの持ってくるけど振り回せへん重さで、もうお互いなんか、あでもやっぱ棒持ってくるやついるよね。そうそうそう、いるいる。でも全然なんかあそこまでいくともギャグ、ギャグやな、お互い攻撃力ゼロになって持ってるからなでもそういうことやからね、ジャマイカ人の喧嘩って。まあ、そっからゴン持ってるやつはさっと抜いてパンで終わりやろ、もしそれが誰を見てなくていけると思ったら。ベタでフィーバーブラツスティーブンっていう感じになるわけ、うん、になるわけだ。怖いな危ない、気をつけましょう、俺はもしないように。はい、絶対俺とガチャやったら死ぬ確率高いの俺やからな。うまいな、ベタでフィーバーブラツ
やめて泣くノリなホール。はい、